皆さんこんにちは。今日の試合は実況を私西岡明彦、解説は福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、雪の中でのこの試合、まもなくキックオフとなります。今日は横浜 F マリノス対川崎フロンターレのカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。このチームは高い位置からプレスをかけて相手のパスワークを邪魔するプレーが得意ですね。今日のラインナップはどうでしょうか。今日もとことんプレスをかけていくはずですよ。よほどボールコントロールに長けていない限り、圧力を受けるとプレーは乱れ、ミスにつながりますからね。さあ、試合開始。まずは横浜 F マリノスのキックオフです。このパスはダメでした。通りません。大島亮太、奈良辰己、阿部裕之、どうやらサイドをつけそうです。ここからどうする。ボールを回してチャンスを伺います。中村健吾へ、前方に運びました。スローインとなります。大島亮太、中村健吾、小林優、キャッチできません。ボールがこぼれた。ボールはサイドの選手へ、ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。サイドを崩してチャンスを作った。ボールを蹴り出しすぐ体勢を整えます。味方の位置を確認する。これはシュートを狙う。1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるために、この後も守りに回らないようにしたいですね。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。形でゴール前まで持ってきました。中にクロスが入った。ダメです。いいクロスに見えたんですが、ここはクリアするしかありません。
タッチに蹴り出しました。三好浩二、ボールを取りに来ました。ここはサイドへパスを出します。サポートの選手がいます。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。ここは横浜に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。家永明宏、大島亮太、ここはしっかりクリアされました。松原健、さあ味方も連動して動いてくる。相手のゴール前でパスを回します。横浜 F マリノスのスローイン。ボールがこぼれました。小林優、家永昭弘、大島亮太、中村健吾、小林、阿部裕之、中村健吾へ。大島亮太、小林優、阿部裕之、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。さあ試合開始。まずは横浜 F マリノスのキックオフです。これはシュートを狙う。1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるために。今のプレーは失敗でしたね。後半は川崎フロンターレのキックオフで始まります。阿部裕之、雪の中で滑っていく。松原健、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。三好浩二、パスを戻します。サイドに展開されましたが、ここでカット。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ここは素早く戻られました。カウンターは、ここはよくスペースが見えていました。小林優、狭いところでボールを取ります。松原健、これは見事なパスカットです。
大島亮太。ファーを狙った、すごいセーブだ。三好浩二、横浜の攻撃です。サイドから中央を見る、ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのは今日の試合のポイントとも言えるでしょう。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。阿部裕之、上里恭平、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。三好浩二、松原健、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。阿部裕之、ここは中村健吾がうまく読んだ。まだまだ試合は予断を許しません。ホームのサポーターは諦めていませんね。見事なスルーパス、キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。家永昭博、大島亮太、阿部裕之、中村健吾、決まるか。このシュートはうまくブロックしました。主審がフリーキックを与えます。どちらのチームもここで選手を交代してきます。大島亮太、下田北斗、阿部裕之、上里恭平。このボールは相手にクリアされました。下田北斗、阿部裕之、ここでホイッスル。川崎フロンターレが見事な勝利を挙げました。ライバル同士の息詰まる戦いでしたが、ここは屈辱を味わいました。いつも以上に力を入れた試合でしたが、相手も燃えていましたね。やはりこのカードに勝つのは簡単ではありません。今後につながる活躍ぶりでしたね。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。